リグレットはアメリカ合衆国のサラブレッドの競走馬、繁殖牝馬。牝馬として初めてケンタッキーダービーに優勝した。1957年にアメリカ競馬殿堂入りした。ハリー・ペイン・ホイットニーがニュージャージー州に所有していたブルックデールファームで生まれた牝馬である。ジェームズ・ゴードン・ローシニア厩舎に入厩したリグレットは1914年8月8日にサラトガ競馬場で行われたサラトガスペシャルステークスでデビュー。その競争で2着馬ペブルスに1馬身差をつけて勝利した。当時のサラトガの主要な2歳戦競争には続くサンフォードメモリアルステークスとホープフルステークスがあり、リグレットはその両方に登録されるが、どちらの競争において、牡馬を相手にしながらも127ポンドの金量を課せられた。しかし、リグレットは、サンフォードメモリアルステークスでは不良馬場ながらも1馬身半差で勝利、ホープフルステークスにおいても13ポンド差のアンドリュー M という馬を半馬身差破って優勝した。牝馬として、この3競争を制したのはリグレットが初のことであった。これら3競争の成績から、リグレットは後年の選定において最優秀2歳牝馬に選ばれている。ホープフルステークスの後、リグレットは怪我によりしばらく戦線を離脱し、復帰したのは翌年1915年5月8日のケンタッキーダービーであった。しかしリグレットは輸送に弱く、鞍上を務めたジョー・ノッターは、後に、リグレットは、ニュージャージーでは海馬をよく食べていたが、ルイビルでは食べなくなってしまったと語っている。ノッターは、老調教師と共に、厩舎で1週間寝泊まりして付き添っていたが、競争3日前でも調教タイムは芳しくなく、ローも出走させるべきか悩んでいたという。ダービー当日には49,000人の観衆が詰めかけ、その中で、リグレットが、最終単勝オッズ 3.65 倍の一番人気に支持されていた。競争がスタートするとリグレットはすぐに先頭を確保し、その後ろにペブルスがつける展開でレースは終始進み、そして最後までリグレットは追い抜かれることなく、ゴール、2着ペブルスに2馬身の差をつけて優勝、ケンタッキーダービーの歴史上初めての牝馬の優勝馬となった。チャーチルダウンズ競馬場取締役であったマット・ウィンはこの勝利に彼女は我らを裏切らなかったリグレットがダービーを作っていたんだと称え、馬主のホイットニーもまたこの競争は現在のアメリカ最大の競争だと評し、リグレットの勝利によってケンタッキーダービーの地位が確たるものともなった。同年はこの他にサラナクハンディキャップに出走し、ベルモントステークス勝ち馬のザ・フィンラを破ったが、その後再び長い休養に入っている。2戦2勝の戦績ながら、この年、デイリーレーシングフォームによって年度代表馬として選出された。1916年7月31日、4歳になったリグレットはこの日のサラトガハンデキャップで復帰戦を迎えたが、先頭を奪われて失速、勝ち馬ストロンボリから、大差の8着と大きく敗れ、初の黒星がついてしまった。その後8月18日のサラトガ競馬場での一般戦で久々に勝ち星を挙げたが、再び長い休養を挟むことになる。この後リグレットは5歳まで走り、計4戦して3勝を挙げた。5歳の時に出走したブルックリンハンデキャップでは、リグレットの他にも、オールドローズバドとウマルハイアームのケンタッキーダービー馬2頭が出走し、さらに前年、前々年の最優秀小牝馬、ローマー、リグレットを破ったストロンボリも出る豪華な顔ぶれとなったが、この競争でリグレットを離さ制して優勝したのは、リグレットと同級者のケイハンデバボローであった。なお、生涯の競争成績において2回の敗戦があるが、牝馬を相手に負けたことは一度もなかった。1917年に引退し、ホイットニーファームで繁殖牝馬となった。生涯で11頭の競走馬を生んだが、これといった目立った産区は出ず、唯一のステークス競争勝ち馬に1920年生のリベンジがいるのみであった。しかし繁殖入りした牝馬の産区からは、ファーストフィドルやステークス競争勝ち馬も出ており、メス系としては成果を残していた。1934年、最後の産婦を出産して3日後の4月14日に、急激な出血が元で、死亡、22歳であった。その遺骸は、ホイットニーファームに葬られた。1957年、アメリカ競馬名誉の殿堂博物館は、殿堂入りの選考を行い、リグレットの競争成績を称えて、同馬を殿堂馬として選定した。各評価の出典、ありがとうございます。